小蛇を産むダイヤモンド水辺蛇卵体制とは、動物のメス親が卵を体内で孵化させて子を産む繁殖形態である。哺乳類以外の動物は一般には卵を産むが、魚類、爬虫類、貝類等の一部に卵体制が見られる。卵体制は、卵を体内で孵化させるものを指す。卵体制では、子が利用する栄養は、卵内のものだけで、ガス交換以外には、 母体からの物質供給に依存しないのが原則である。魚類の多くは卵性で交尾をせず体外受精するが、魚類でも卵体性の種の一部には体内受精の必要性から交尾、交接をし、オスの尻びれが交尾器交接器として発達しているものが見られる。卵体性は卵性から体性への進化上の段階と考えることができる。卵性は比較的低コスト、 卵体性、体性では子がより成長して体が大きいと生き残りに有利な状態で生まれる傾向が強い。体制は哺乳類の大きな特徴であるが、卵体性、体性は無脊椎動物を含む様々な生物種で見られる。これは平行進化と考えることができる。紀元前4世紀にはすでにアリストテレスが軟骨魚類が 卵体制であること等に注目して、他の魚類と別に分類していることは興味深い。低温な環境、小持ちかな蛇は、同種の生物であるにもかかわらず、地域によって、卵性と卵体制の違いがあることが知られている。ピレネー山脈南部では、卵性、気温のより低い地域では、卵体制で、より確実に子孫を残す適応をしていると考えられる。 海中生活海中での生活が卵耐性を生じる例がある。爬虫類を含む、いわゆる有用膜類は陸上に散乱できるようにその卵の構造を変化させた。しかしそのために卵を陸上でしか産めなくなったとも言える。ウミガメなどがわざわざ陸に散乱するのもそのためである。淡水であれば陸を探すのは難しくないが、海ではそのために沿岸域に縛られてしまう。 また、海の中で自由に泳ぎ回るために、様々な適応した姿になるが、その際に陸に登れる、体の構造を残さなければならないのは、大きな拘束となりうる。従って、これらの動物が海洋生活へ入った場合に、卵体制に進化しやすい。原生の動物では海蛇にその例がある。中生代の魚類も卵体制であったことが化石から知られている。なお 主張流は体生であったことが2011年になって実証されている。アザラシやオット性哺乳類は元から体生なのでこの点では困らないが、新生児は泳ぎが上手でない場合が多いので、普段は海中で生活していても出産はやはり陸で行う例がある。あるものを卵体生と呼ぶか体生と呼ぶかは流動的である。巨類のサメやエイの一部、ハイランドカープ。 ボアカなど一部のヘビ等では、最体、胎盤などの器官があり、母体から子へ栄養供給がある。これらは哺乳類と同じ体制と捉えられている。また、体内で孵化後に母体からの分泌液を子が、蛍光摂取したり、胎児が、武将卵や、他の胎児を食べるものもある。このように卵体制と胎の体制の間には、様々な進化上の移行段階と見ることができる例が、知られており、 近年は、サソリコモチカナヘビホホジロザメジンベイザメなど、地域によって、卵性と卵体性の違いがあることが判明しているので、卵体性と体性は厳密に区別すべきものではないと考えられ始めている。その考えによって、これまで卵体性と捉えてきた生物を体性と呼ぶように変わってきたケースもある。肉気候魚竜名ユーロコメ複足ツナタツノオトシゴ、ティラピア等は、 体内ではなく、産卵した卵を、親の体外に一致する食うどころである。保育の親高校で保護して孵化させるため、卵体制ではなく卵性である。ありがとうございます。